せつな。ね、どういうことこれ。知らん。目が覚めたらこうなってて、つうかお前なんで起きてるんだ。寝る時間だろ。あなたのおかげで健康的なの。最近安心してください。せつなさんとは何もしてませんから。だよな。な、はい。ほら。じゃあなんで同じベッドで寝てたの。実はですね。カランドー家の言い伝えの書を紐解いて大変なことが分かったんです。だから朝一で伺ったんですが、せつなさんはぐっすりで、お待ちするうち私も二度寝したくなりまして。